Good morning! マイペースカップルです。今日はスタバの新作が出たということで買ってきました。あと、サンマルクカフェのチョコクロで、プレミアムチョコクロのラズベリー&ホワイトっていう商品があったので、ついでに一緒に食べていきたいと思います。ということで、今回の企画はスタバの新作実食してみたです。イエーイ、じゃあまずスタバの方から紹介していきます。はい、じゃあお願いします。11月1日から発売のチョコレートストロベリーフェスティブフラペチーノです。で、私たちはこれに、チョコレートソースとあとチョコチップ、あとホイップを多めにしてもらいました。じゃあ早速実食していきます。今回もあれですね、紙のストローですね。はい、じゃあ飲んでみてください。クリスマス感ある。うん、チョコレートケーキ、チョコレートケーキっぽい。なるほど、ベリーの果肉も美味しい。ベリーの味もするし、チョコレートもなんか、なんだろう、チョコレートを飲んでるって感じすごいする。でもそんな甘すぎないかな。ね、私甘いの甘いだから。うん、ベリーの果肉がすごい美味しい。でもチョコチップが中で引っかかって上がってこないです。はい、どう飲んでてもらって、あとこちらですね、プレミアムチョコクロのラズベリー&ホワイト。これもなんかパッケージも可愛いですよね。クリスマス、うん、すごい美味しそう。裏も違う、裏こんな感じです。お皿に乗せてみるとこんな感じです。半分に割っていってもいいですか。ここからこんな感じですね。ラズベリーソースと、なんだろう、バターかな、チョコ、ホワイトチョコか。なるほどね、こんな感じで入っています。じゃあいただきます。チョコレートがすごい美味しそう。こぼさないように注意してくださいね。うん、チョコクロは生地が美味しいよね。うん、しっとりしていて、ホワイトチョコ結構熱いね。ベリーはちょっと甘い感じ、ほんのり甘い感じ、ラズベリーって感じがする。でもホワイトチョコそんなくどくなくて、すごい食べやすい。なんか勝手なイメージだけど、チョコクリームとこのフラペチーノとこのチョコの感じ、すごいクリスマス感あって、なんかクリスマス来たーって感じするね。今年も2ヶ月終わっちゃう。うん、ね、クリスマスプレゼント何もらえるのか欲しいな。ダイソンの装飾とか普通に美味しすぎて1個ぐらいペロッていっちゃう。そんなに甘くないから、もうこれもちょっと甘いなっていうぐらいなんだけど、多分全然普通に合うと思う。スタバとチョコクロ。めっちゃチョコチョコしてる。うん。個人的にチョコめっちゃ好きだから。いや、スイーツ。こっちのチョコクロ何日前だったかな。12月31日までって書いてあったような気がしますけど、ちょっと調べてここに載せときます。で、こちらのスタバは今日出たばかりなんですけど、まあ例のごとく、あのソールドアウト早いと思うんで、ぜひ早めに試してみてください。うん、両方バリウマでした。また、ディズニーの動画だったりとか、デートの動画だったりとか、あと、こういう、あの、食べるの好きなんで、いろんなもの食べてみた動画とか、いろいろ出していこうと思いますので、あの、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。じゃあまた見てください。またねー。